フロッピーディスクドライブのモーターを分解した状態右が回転子無整粒子電動機は整粒子の代わりに制御駆動用の電源回路が組み込まれた永久磁石同期電動機と同じ構造を持つ直流電動機である直流電動機に分類されるが簡単に言うと DCAC 変換回路をつけた PMSM モーターであり直流整粒子電動機とは 根本的に異なる構造である。ブラシレス直流電動機、ブラシレス DC モーター、BLDC モーター、DC ブラシレスモーター、電子整流式モーターや、同期式、DC モーターとも言う。販売促進や宣伝など一般向けに、DC モーターといった場合は、多くの場合、無整流子電動機を指す。整流子電動機は、 電圧を変えることで可変速運転ができ、小型化が可能で比較的安価である。しかし、回転しまき線に回転する、整粒子とブラシとで電力を供給する必要がある。ブラシは、摩耗による寿命があり、大型モータでは、ブラシの点検や交換といった保守が必要であり、小型でブラシ交換ができない場合は、ブラシ寿命が、モータの寿命となる。これに対して、 ブラシレス DC モーターでは、回転子側は磁石であり、電気を供給する必要がない。巻線回路は固定子側にあり、電流は電子回路によって行われる。電子式の平ループ制御装置を用いて、直流電流をモーターの巻線に切り替え、空間内で効果的に回転する磁界を発生させ、永久磁石のローターを追従させ回転させる。 点流には回転子の磁極に合わせたタイミング検出電流が必要であり、回転角度の検出はホール素子などにより磁極の角度を検出している。電流回路のスイッチングの素子にはトランジスタ、フェット、イグブトが使用される。コントローラーは直流電流パルスの位相と振幅を調整してモーターの速度とトルクを制御する。この制御システムが 従来の電気モーターの多くに使用されている、機械的な整粒子に代わるものとなる。高速、高効率で小型で大きな出力を得られ、速度とトルクをほぼ瞬時に制御できる、保守部品がない、といった特徴から幅広い用途で使用されている。コンピュータ関係では冷却ファミア、フロッピーディスク、HDD、CD r o m 装置、プリンターなどのモーターとして、家電関係では、 扇風機や掃除機、ビデオテープレコーダーのヘッド用、電動工具として使用されている。大型のものでは、ダイレクトドライブタイプの洗濯機や、トヨタプリウス、ホンダインサイトなどのハイブリッドカー用、モーター、シーメンス製の新交通システムなど、また近年は、RC カーにおいても、ブラシ付きモーターに代わって使用されている。最新の洗濯機では、 ブラッシュレス DC モーターの採用により、ゴムベルトやギアボックスの代わりに、ダイレクトドライブ方式が採用されている。ファンモーターのモータ部拡大電流と、トルクや、電圧と回転数が、比例関係である点など、直流電動機と同じ特性を持っている。また、軌道トルクが高く、速度制御も、電圧変更で容易に行うことができる。電子回路を使用しているため、 プラスとマイナスを逆に接続しても逆回転しない。マイクロコントローラーと組み合わせることにより意図的に低速域でのトルクを高めたり、用途に応じて出力特性を一定の範囲内で2位に設定することもできる。回転子の形状により以下のように分類される。正逆回転を行う場合は基本的に参照駆動が必要となる。 正逆転回転が必要でない用途では、単層、または二小での駆動が可能である。半拍動の場合は、回路を単純にできるが、モータの効率が低下する。ローターの角度に合わせて、スイッチングを行うため、ローターの回転角度を検出する装置が必要となる。静粒子の代わりに、電子回路を使用するという研究は、1930年代から、 サイラトロンを使用して始められていた。1960年代にはサイリスタやトランジスタを使用した実用的な無性粒子電動機が販売されるようになった。ブラシ付き DC モーターは19世紀に発明され、現在でも一般的に使用されている。ブラシレス DC モーターは1960年代の可動部のない電子部品の開発によって実現した。 電気モーターはローターとステーターの磁界をずらすことでトルクを発生させる。磁石の片方または両方は鉄心に線を巻いた電磁石である。巻き線に直流を流すと磁界が発生し、これがモーターを動かす動力となる。ずれが生じるとトルクが発生し、磁界を再調整しようとする。ローターが動いて磁界が整うと、ずれを維持して、 トルクと動きを継続させるためには、ローター、または、ステーターのどちらかの磁界を動かす必要がある。回転子の位置に応じて、境地を動かす装置を整流子という。ブラシ付きモーターでは、モーターの軸にある整流子と呼ばれる、回転式のスイッチでこれを行う。整流子は、回転する円柱を、ローター上の複数の金属製の接点セグメントに分割したものである。 セグメントは、ローター上の胴体巻き線に接続されている。ブラシと呼ばれる2つ以上の静止した接点は、グラファイトのような柔らかい胴体でできており、ローターの回転に合わせて連続したセグメントと、修動電気的に接触しながら整粒子に押し付けられる。ブラシは、巻き線に選択的に電流を供給する。ローターが回転すると、 整粒子が異なる巻線を選択し、その巻線に方向性のある電流を流すことで、ローターの磁界がステーターとずれたままとなり、一方向のトルクが発生する。この100年の間に、かつて産業界の主流であった、高出力の直流ブラシ付きモーターは、交流動機モーターにとって変わられた。現在では、ブラシ付けモーターは、低消費電力の用途や、 直流しか利用できない場所でのみ使用されているが、蒸気のような欠点があるため、これらの用途でも使用が制限されている。ブラシレス DC モーターは、機械的な整粒子の接点に変わる電子、サーボシステムである。電子センサーが、ローターの角度を検出し、トランジスタなどの半導体スイッチを制御して巻線に、流れる電流を切り替え、 電磁石が一方向にトルクを発生するように、適切な角度で電流の方向を反転させたり、一部のモーターでは電流を切ったりする。ブラシレスモーターは、周動面がないため、摩擦が少なく長寿命であり、その寿命は、ベアリングの寿命によって決まる。ブラシ付け DC モーターは、静止時に最大トルクを発揮し、速度が上がると、直線的に減少する。 一方、ブラシレスモーターでは、高効率で、機械的摩耗の影響を受けにくいという利点がある。ブラシレスモーターは、高効率で、機械的摩耗が少ないなどの利点があるが、制御機器は複雑で耐久性が低く、効果になる。ブラシレスモーターは、固定された、電気紙の周りを永久磁石が回転するため、可動部への電流供給が不要となりそれに伴う。 問題が発生しない。モーターの回転を維持するための巻線への電流供給と位相の継続的に切り替えは、ブラシ付け DC モーターの場合は整流子アセンブリが行っていたが、ブラシレスモーターではソリッドステート回路が行う。ブラシレスモーターは、ブラシ付け DC モーターと比較して、高トルク、重量比、ワットあたりのトルクを向上させる、高効率化。 信頼性の向上、騒音の低減、ブラシや整粒子の腐食による、長寿命化、整粒子からのイオン化スパークの排除、電磁干渉の全体的な低減などのメリットがある。ローター上に巻線がないため遠心力を受けることがなく、巻線が筐体に支えられているため、熱伝導で冷却される。モーター内部に冷却用の空気の流れが不要となる。 ため、モーター内部を完全に密閉することがき、汚れや異物を防ぐことができる。ブラシレスモーターの最大出力は、熱によって制限される。ブラシレスタイプの DC モーターが採用される環境や、要件としては、メンテナンスフリー、高速回転、火花が危険な環境や、電子的に敏感な機器に影響を与える、可能性などが挙げられる。 電気を機械的な力に変換する際、ブラシレスモーターは、ブラシ付けモーターよりも効率が良い。これは主に、ブラシがないことで摩擦による、機械的エネルギーの損失が少なくなるためである。ブラシレスモーターの効率は、モーターの性能曲線の無負荷領域と低負荷領域で最大となる。ブラシレスモーターの整流は、マイクロコントローラーを使ったソフトウェア、 アナログ回路やデジタル回路でも実現できる。ブラシの代わりに電子回路で整流することで、ブラシ付け DC モーターにはない柔軟性と機能を実現している。速度制限、マイクロステップによる緩急制御、静止時の保持トルクなどが可能である。コントローラーのソフトウェアは、使用するモーターに合わせてカスタマイズすることができ、整流効率を高めることができる。 ブラシレスモーターの構造は、ステッピングモーターに似ているが、実装方法や操作方法に違いがある。ステッピングモーターは、ローターが一定の角度で停止していることが多いが、ブラシレスモーターは、通常、連続的に回転させることを目的としている。どちらのタイプのモーターにも、内部フィードバック用のローター位置センサーがついている場合がある。 ステッピングモーターもブラシレスモーターも設計が良ければゼロ回転でも一定のトルクを維持できる。ありがとうございます。